ずご自身のお好みのテーブルが見つかると思います。もう一枚天板が出てくるんですよ。また少し違った質感と表情に。こんにちは。こんにちは。インテリアの話の時間です。大塚家具のつくまです。若林です。今回はですね、セラミック素材を天板に使用したダイニングテーブルを、ご紹介させていただこうと思うんですけれども、まずはね、セラミック素材今すごく人気が出てきていると思いますね。人気で紹介しない日ないですよね。そうですよね、はい、一般的にはダイニングテーブルは木材ですとかガラス、こういった素材を使われることが多いんですけれども、今セラミック素材、セラミック素材というと 100% 天然素材の焼き物、磁器にあたるんですけれども、はい、これを天板に使用しているというところで、人気の理由なんかも交えながらお話ししていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、セラミック素材の人気の秘訣、まず一つ目なんですけれども、とにかくちょっと見てください、傷に強い、すごく硬いですよね。痛いです、はい、非常に硬度が高いですから、いわゆるこうスプーンであったりフォークであったり、まあ、あとはもっと言ってしまうと包丁をここで調理用に使っていただいても、うん、天板に傷がつかない、つきにくいですね。はい、よくお子様がこうカンカンやってしまったりとかあると思うんですけれども、そんなこともほとんど気にせず使っていただけるというところで非常に人気が出てるんですね。へっちゃらです。2つ目、熱にも強いということなんですけれども、傷プラス熱ということで、はい、大きなお鍋、こういったものを直接真ん中に置いていただいても天板が反ってしまったりとか割れてしまったりということがなくお使いいただけるということなんですね、うん、いいですね、はい、冬は鍋して、はい、チーズフォンデュとかもね、熱使う料理多いですからね、はいはい、今ねそういった料理がちょうど流行ってきていますので、そういったシーンでお使いになれる方がすごく多いようなんですね、はいはい、ただ、非常に冷たい温度で、まあ、例えば冷凍のものなんかを置いていて、すぐに熱々のお鍋、フライパン、こういったものを置いてしまうと天板に損傷が起きる可能性があるので、そこはねちょっと注意をしていただきたいなと思うんですけれども、非常に便利ですよね、はい、そして3つ目なんですけれども、水分がですねほとんど染み込まないですから、汚れであったりとかシミ、まあ、ちょっとした調味料、醤油とかあとはソース、まあ、ケチャップ、こういったものをこぼしてもそんな焦らずに安心して拭き取ることができるっていうところが、とにかく今人気の秘訣かと思います。でしかも今アルコール消毒したいですよ ね、うん、ね、したいです、したいです、はい、木製品のテーブルですとかそういったものは、ものによってはアルコール消毒してしまうと木目の色の移りだったりですとか、なかなかねアルコール消毒ができないテーブル多いんですけれども、こちらはもう気にせずアルコール消毒して、はい、しっかりと拭き取って清潔に使っていただけるということで、毎食事の後にしていただいても結構です。そういったところが、ね、非常に人気なんですね、本当に今多いです、うん、実際にそういう声多いですよね。多いですね、はい、そして何といっても4つ目、この質感です。少しちょっと寄っていただきたいんですけれども、大理石ですとか木のテーブル、ガラス、そういったものとはまた少し違ったこの質感と表情になっていて、岡部さん触っていただくと少しさらっと、ね、そうですね、少しさらっとちょっと凹凸もあるような質感ですね、はい、こういった他の素材にはない素材感というのが今ね、まあ、モダンなシーンでもそうですし、いろんなお部屋に人気が出ているところなのかなと思います。ちょっとこう大理石風でもありますね。はい、そうですね、大理石なんかがお好きな方にも非常におすすめできる素材ですよね、はいはい、せっかくですからね、セラミック素材の天板を使用した当社で人気のテーブル、はい、ご紹介したいと思うんですけれども、まあ、まずこちらですよね、はいはい、こちらがレイラという商品になっています、はい、でこの足見てくださいよ、すっきりしてますね、はい、私この足のデザインというのがこのセラミックの素材を本当に魅力を引き出しているデザインなんじゃないかなと思っています。かっこいいです。かっこいいですよね。実際にすごくお客様からも人気がありません？もうあります。はい、セラミックはですね実はこの厚みを使用しているんですけれども、このねテーブル横から見た時にこの実はセラミックの下にボリューミーな MDF の素材で厚みを持たせることによって足がシャープでスタイリッシュなんですけれども華奢になりすぎずに、いい意味での重厚感を感じられますね。そうですよね、非常にこうおしゃれなデザインに仕上がっているテーブルだと思います。
でこのグレーのセラミックにこの足すごく合うんですけれども、はい、オイルが若林さんちょっと見せていただいて、はい、こういったホワイトのカラーだとよりこう石の表情に近いようなテイストになって少しエレガントな感じでお使いいただけるのでこのお色もすごくおすすめなんですよね。また質感も違いますね。こちらがちょっと凹凸した印象なんですがこちらがちょっと表面上のツヤっとした質感ですね。そうですね、ツヤ感が出ますので、まあ、清潔感もより出ますし非常にどちらも人気があるセラミックテンパになっています。では他にもですね当社でたくさんご用意してますので、はい、ご紹介していきましょうか。はい、はい、さあこちらですね。おまたこちらもセラミックなんですけれども雰囲気大きく違うと思いますね。なんかすごい明るいですね白だと、はい、今やっぱりセラミックのテーブルはまだまだこう人気が出てきてるんですけども種類そこまでたくさんご用意がないんですけれども、ね、このネオスという商品に関しては、こちらプラス5色合計6色のカラーバリエーションでお選びいただけるんですよ。迷っちゃいますね。はい、意外とこうしたグレーも大理石調で好きです。そうなんですよね、すごく石目の感じが雰囲気として出ますのでより質感を重視されたい方そういった方はねすごく人気ですよね。チェアもホワイトを合わせてますけれどもすごく明るいダイニングになりそうですよね。はい、はい、さらにですねサイズも6サイズ、こういった4人掛けのサイズから、6サイズご用意してますので、片側3人お座りいただける6人掛けまで、はい、お部屋のサイズに合わせて選んでいただける6色6サイズですね、はい、覚えやすいです、はい、なかなかセラミックのテーブルをお探しの方でいいのないかなって、探されている方こちらでしたら必ずご自身のお好みのテーブルが見つかると思います。また足も選べるんですよね。そうなんですよね。今2本足のタイプですけれどもポール足といって4本足のタイプもお選びがいただけるので6色6サイズ、足は2種類からお選びをいただける。あと色はどうなんですか。色はブラックのカラーの足もお選びいただけるのでいろんな組み合わせができそうですね。はい、では続いてまた別のシリーズ、はい、これまた違った雰囲気になりますのでそちらをご紹介していきます。はいはい、最後にご紹介をしたいのがこちらのテーブル、はい、おーこちらも素敵ですね、はい、また全然雰囲気変わりませんか、はい、違います、なんか上品です、はい、先ほどまではセラミックのカラーも、ま、グレー系とあとはホワイトああいった、無彩色が多かったんですけれどもこちらはちょっとベージュっぽい、うん、なんかセラミックなんですけれども温かい印象がありますね。はい、こちらイタリアのカリガリスというブランドから輸入しているオムニアというテーブルなんですけれども、うんまあ、この商品も今までご紹介したものとはまたちょっと違うテイストになっているそのポイントなんですけれどもセラミックのテーブル、まあ、磁器ですから、はい、スチール素材の足を合わせることが非常に多いんです。先ほどの、ね、商品2つレイラとネオスどちらも、金属の足を使っているんですがあえてここは、アッシュ材木部の足を使っていますのでセラミックのこういった異素材とアッシュ材の柔らかい印象が合わさってまた全然違った雰囲気ですごく素敵なんですよ。だから柔らかい印象があるんですね。そうなんですよね。私はねこのテーブルのすごく魅力的なところの一番のポイントはこの天板と足の間が空いていてこう浮き感があるところ。かっこいい、はい、通常ですとセラミックがで足が来るんですけれどもその間にガラスをねセラミックとの間に挟んでますのでここがクリアな分よりこう浮き感が出てボリューミーな感じのデザインなんですけれどもよく見るとすごくシャープなところがたくさん、こういった足のカットも同じですよね。なかなかないデザインの、テーブルなんですけれどもソファーに座っていただくとだいたい目線ってテーブルのこの天板のあたりに来ますのでそういった時にやっぱりこういったデザインだとすごく印象が良くなりますよね、はい、であともう一点このテーブルだけの機能なんですけれどもこちら今サイズがですね160センチと少しゆったりした4人掛けなんですが、はい、若林さんちょっとね見ててほしいんですが、はい、なんとおなんか出てきた、はい、片側は手をかけて引いていただくと中からなんとこういったもう一枚天板が出てくるんですよ。びっくりしました。はい、90度ね、はい、回転をしますのでこれを回していただいて押すことで
大きくなりましたね、はい、60センチ、はい、天板がプラスされますので合計220センチまで、拡張して、まあ、ゆったり6人から8人掛けぐらいのテーブルに、そうですね、8人でも十分ですね、はい、大きなパーティーをしていただいたりとか、まあ、天板が、ね、セラミックですから、あの先ほども言いましたけれども、お鍋とかそういったものを置いていただくような大人数での、食事にすごく適した木の芽ついてますので、はい、しかも一度天板戻してみますけれども、はい、本当に簡単に、あ、全然一人でも簡単ですね。そうですね、あとはこちらを滑り込ませるだけですから、レールがついてるから簡単なんですね。そうなんです、でしまい込んでいただくと拡張することは見た目には分からなくなってますので、まあ、すごくこういったところもね、非常に人気のポイントかなと思います。はい、それでは、本日セラミック素材の天板を使用したダイニングテーブル、人気のポイントと3選当社のおすすめテーブルご紹介させていただきました。他にも当社にはセラミックの素材を天板に使用したダイニングテーブル、ご用意たくさんしておりますので、ぜひね足をお運びいただければと思います。また、ショールームお越しいただけない方は電話、LINE、Zoom でのインテリア相談も、受け付けておりますので、ぜひお問い合わせをいただければと思います。最後になりますが、はい、この動画気に入っていただけた方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。本日はご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。